イライライラ、いらっしゃい。ハロー、どこですか。富士パノラ。富士パノラマ、来ましたね。分かってますよね。しょうがない。今年って何の年でしたっけ。うさぎ年。いや違う違う、ライライライ、いらっしゃい。ライダーと一緒に登れば楽しい。そっか、確かに。じゃあお呼びしましょう。はい、茨城のヘラシジェシー隆くんです。いやー、はいはいはいヘラシって紹介の仕方も全然ライダーだと思ってないでしょ。そう、インスタグラムのアカウント zm.jessie、 ズル向けジェシーでございます。よろしくお願いします。よく来てくれました。いやもうすげえ遠い、そして眠い。登山俺一番嫌いだ。体育はもう本当に嫌い。楽しみでしょ。本当に嫌なの、心から。ロンドンは全然嫌ですね。猫は、まあ、できれば登らない方が。動画作れないよ、そんなこと言ったら。ギャラちょっと色つけるから。これはポメラニアンですか。違いますよ。グッボーイ。一人だけね、カメラバッグにしてほしいんですよ。じゃんけんぽい。俺チョキ出す。じゃあ僕もチョキ出す。オッケーオッケー。じゃんけんぽい。はい、ごめんしょ。始まった、始まった。これあったけえ今日ね。俳句日和だ。日和なんてねえから俳句に。確かに。猫。はい。喋る。体力残してるんです。出た。そうやって人の裏を書いて登ってってどうですかって感じですか。はしゃぐんじゃねえよミョンド。いやだって僕楽しいですもん、みんなといるの。はい、こっからちょっと滑れます。富士見パニョラーマ。猫ちゃん、笹がもうすでに。すげえ。やっほー、ノリノリロンちゃんです。結構雪ない。こんなの初めて。なんとかいける。お、やべ。これがシーズンインか。よし、ウォーフー。はい、どうぞ。なんかつまらない感じで行こうと思ったけど笑っちゃったね。俺やっぱスノーボード好きかもしれない。楽しい。まあ滑ったら楽しい。でもここからなんでしょ。登りです、こっから。お、やべえ、キャバクラがあんじゃん。面白い。鎌倉6000円込み込み。めちゃめちゃ重いんですけど。負けたからだよな。暑い。何年目。あ、10 years。 That's left。 ライト。レフト松本、ライト吉村、センタークロマティだ。猫、はい、今日はもう俺が言ったら全部笑えよ。それがルールだ。いや面白いっす。ジェシーさん、長野来ると思わなかったっすね。汚れたからだ。まんまじゃなきゃ来ねえよ。ここいつも滑ってるとこ。ライト。あ、で、全部。あ、これでもいけない。俺はしゃいちゃってんだ結構。恥ずかしい。お決まりです。ちゃんと登ってるみんな。結構いいペースですよ。やべ、オラフ。楽しそうです。オラフ、謝っちゃおう。今キャンセルで。さあ、こっから山道ですよ。アドベンチャーやー。わー、元気出してる。猫、じゃあジェシーに何か一言言ってやれよ、先輩として。登るときは山を感じて喋るな。はい、わかりました。お口にチャック、すぐオープン。早くしろ。僕たちのこと考えてペース合わせてもいいと思うんですよ。そうなんだよ、あれ何なんだよあれ。おい、ジェシー遅いぞ。なんであんなジジイ元気なんだよ。根性がねえんだ。これもう編集で自分たちがめちゃくちゃ遅いみたいな雰囲気になりますから。ちょっとしか離れてないのに。あ、なるほどね。やべえ、ちょっと疲れた。休憩かもしれない。ウサギとカメって話あんじゃん。はいはい、ありますね。ウサギジジイだから後半まぐろぞ俺たちは。休憩しない。俺ら結構まだいけるんすよ、はい、体力持たないよ。え、声が聞こえます。誰あれ、登山の人じゃないですか。こんにちは。お前らみたいな初心者はそっち行きたがるけど、俺はこっち行くよ。やめてくださいよ、個人行動は。初心者のジェシーさんいるんですから。俺は初心者だぞ。猫ちゃん、どうすればいいの。ほっときましょう。どうしたの。こんにちは。こんにちは。こんにちは。今年もある。ちょっと待ってください、本当にしんどい。バック重いもん。途中じゃんけんしませんか、バック。お前そんなんでプライドが許すのか。プライドも何もないのがランちゃんです。みんなに聞けよ、一人ずつ。猫ちゃん、はい、バックじゃんけんしていい。僕勝ったんで。あたす。ジェシーさん、うん、バックじゃんけんしていいですか。帰りたい。俺が勝ったら帰る。帰る話はしてないんですよね。あ、ここ危ない。ちょっと猫ちゃん見とけよ、はい、俺が疲れてねえってところは。私絶対綺麗になってあいつ見返してやるんだ。よかった、ジェシーが楽しそうで。楽しくねえよ、板背中に背負ってんじゃん。その分で全部引っかかってんだ、ね、さっきから上に。自分がね、ジャイアントシロタだと思って歩いた方がいいよ。もう全然冴えねえトークも。猫も笑わなくなったし。
もうちょっとですかねこれ。よっしゃよっしゃ、乳酸が半端ねえ。足鶴岡八幡宮だよこれ。喜んでください。おお、やべえんじゃないこれ。おお、開けてきた。あー、開けてきた。俺の頭頂葉と一緒、ばっかり開けてる。今のキャンセルで。デコちゃん、え、ルールてっぺんで破ったらダメでしょに。あれ何、あれは日本を代表する、あれマウント富士。やべえ、ちょっと感動してるかもしんない。なんですよ、僕たちの愛で雪溶かしちゃいました。うわー、ちぃ、すいません。はいはい、ちょっといいかもしんないね。なんだよ、笑顔持ってんじゃん。1955やってやったぜ。今日はもう俺これをモチベーションに頑張って山頂でボケようかな。一人ずつボケてくるじゃん、うん、今日は本当に皆さん貴重な体験をさせていただいて、山頂ベリマッチ。僕はカルビ巻くのは山頂ですね。おー、出ました。今何歳、山頂。どういうことですか。9回裏ツーアウトフルベース、バッターは4番松岡、ツーストライクツーボール、最後の1球となるのか。ズバンストライク、山頂三振。言うと思わ。夏の景色いいんで、うん、向こう向いて、すごい綺麗だよ、ね、ここは山頂。いやいや、山頂だろ。とっくに分かってるから、しかも山頂で来るっての。はい、行きます。はい、行きます。おー、楽しい。うわ、ちょっと待って。おお、うわ、これは、おーしょー、おお、待って、案外いいかも、マジで。おお、フジミパナナマニューカサフー。おお、春だねこれは。木があるから気をつけろよ。はい、こっちでしたっけ、いつも。木がすごい出てますね。重い、細い、狭い。へし折れた。すげえっすね、マジジェシーさん。ニューカス初なのにゴイゴイ行くじゃないですか。超面白いや。パラパラピーラパパラポ。こっち俺初めて来たかも。おー、やべえ、迷子。ジェシーが先行っちゃったからさ。いや本当に、いや出たよ、入荷さ初心者のくせに。俺はつどつど確認したから。 いつものとこは行けなかったけど、はい、今回はね、ジェシーがやっぱりあれだけね喜んでくれたのはすげえ嬉しい。確かに、登り返そうよ。下で待ってるよ。いいこと言ったな。年下だろうが一番。よいしょー、ボーダークロスのコースや。いつもの花畑はスルーです。カーブミラー、お、すげえ。俺はこれで面白い。あー、上がんない。あー、飯食ったかね。そのバイブレーションがちょうどいい。ふぅ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 、新たなルートを見つけました。楽しかったっすね。楽しい楽しい。なんかいつもより長く滑れました。結果オーライです。今年は雪少なかったけど、はい、まだ滑れないほどでもなかったからね。そうですね。休憩してたら先に一枚上がるんだ。俺は初めてなのに会話にも入れてもらえず、クソ。どうだったっすか。楽しかったな、申し訳ないけど。楽しかった。楽しかったって言わないようにしようと思ってきたの。おお、でもね、1回でいいね。もう来年とかは呼ばれても来ない。振りがうまいっすね。真に受けちゃった。なんでですか。あ、そっか、恒例確定です。ありがとうございます。来年も。いやいやいや、750のモービル買ってくる。ニューカサ山登山、全員無事で帰還できたっていうところでね、明日は何するか聞かされてませんけれども、明日はこちらに乾杯。はい、乾杯。70巻はいけるこれ。富士山見えるとは思わなかった。なんか分かりますか。え、もう初来ました。初、1,2,3,4,5,6,7 初。うわー、俺本当に初好きだろ。初めて聞いた。おお、鳥のどこだか分かる。心臓。おお、ハーツ。おお、フンボルトペンギン。これキャンセルでお願いします。楽しい。うわー、そう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 、ここ見て。ああ、奥見て、奥見て。せっかく来てくれたから、明日ね、冬の鏡湖ならではの釣りをしてもらおうと。おー、先に言ってよ。知らない。車に道具積んであるから。積んであるから。厳しいよ、釣れるまでやるよ。ヘラの師匠、そこから僕が
オグにヘラを伝えました。そしたらハマりました。そうそうそう、一気にスケーターたちがハマりました。僕みんなに干されました。ヘラ釣りセンスない。ポテッと落ちる。バカはじめまして、はじめまして。誰なの？ヒロちゃん。ヒロトンです。あー、かわいい。実験です。すげえ、なんかシャシャリ出てきてんじゃん。ケイシーにね、会いたいっつってずっと言ってたの。それはもうありがたい、本当に。追いかけられた。あー、どうだ。あれはもう、でも会えてよかったね、ヒロちゃん。はい。うわーマジか、やべえ、寝坊した。おはようございます。ありがとうございます。おはようございます。飲みすぎたんですけどね。鏡子特有のね、ほら見てください、これすごいよ、これはやばいね。はい、切られて緩む。ここ乗れる？ダメですよ。毎日やってるでしょ、これ。毎日やってる。あ、もう経験ないよね。ほら、感動してるぞ。初めは1000円、2000円だったんですけど。すげえ、斧持ってるよ、斧陽子。俺、ほんとすげえ嬉しい。マジで来てよかった。ありがとう。ナイスキャス。何キャス？ナイスキャス。何キャス？つっちゃっていい？動いてる？動いてない。魚見せたいんだけどね。いや俺よりね、やっぱね、ジェシーさんに釣ってもらわなきゃ。今のところはね、気配がないけど、気配は作るもんだからさ、打って打って打ちまくれっすよ、ね、こんなロケーションでついていきなよ、本当。誘ってますね。誘って誘われて、誘って誘われて、キスはあーどっちにする。大丈夫だよ、俺ハート強いから。今見たもん、俺も見た。うん、ちっちゃい鳥だったよね。釣れた釣れた。食わせ、よかったよかった。さすがだよ。さあ、猫やらせてもらってるね。うまい。ナイスキャス。ダニキャス。オギキャス。絶対褒めるよ、これ。ヤニばっか釣ってヤーニ。ダイナマイトヤーニ。鏡子のカッシー釣っちゃうよ、俺は。動いてるね。うん。でも、もう一プシャ上がれば取るけどね。エオチまでだから。エオチイサオ。マジカルドリーミングキャスト。失敗するし。ドリームスティッキングファイヤー。失敗するんだよ。エレクトリックファイナルファンタジー。やっと成功した。他の選手たちとプレイできるのはすごく楽しみですね。あっちも。ジャミの泡だね。ジャミル怖い。うん。ジャミーズ事務所。僕はタイムリミットが来てしまったので。釣れなかった。はい。透明度だな。しかし集中集中芋集中。当たった。うわ、乗らねえ。カシ動かねえな。塗って本当に本当だよね。ジャミーズ事務所すげえよかったな。いやもういいよ。恥ずかしいね。あ、来た。当たった。あ、当たった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 。来た。あれ口の上。でも当たりなかったよ。合わせてねえもんだね。鏡子のヘラブナに出会いましたね。釣れてないし。やっぱり4時間半かけてね。本当にやっぱ来たかやったっていうかね。いやいやいや、皆さんにもぜひ味わっていただいて。いやいや、釣れてないし今の。一言も喋んなかったよね。うん、恥ずかしいもんだって今。大して大ちゃんが仲いい舞さんたちが。おお。来ましたね。入ったよ。やっと。彼チクッと入ったよこれ。このやり取りももうすごいね。これラインブレイクしちゃうでしょ、この氷に当たったら。見てくださいよ、こうやってやり取りして、で口がポッと出るとスーッとやってきますから、これ。いやーマジ嬉しい、よかった。センキューミラーライク。ありがとう、よかった、うん。
くせえ口あれ有名な方ですよね、タダスケさん、写真撮ってますはじめまして、タダスケです。明日はね、私も撮影させてもらう。ありがとうございます。とんでもないタダスケよりヨネスケだね俺はしゃもじ持ってきてほしい、ね、しゃもじ持っていいですということで、良かったですね、釣れて。いや、釣れました、釣れました。さすがでした。もう、ね、奇跡の一枚ですよ、うん、すごかった、ね、タダスケさんにも会えましたしね、うん、もう何よりやっぱりこのロケーションで釣りができるっていうのはね、すごいハッピーですね。濃い2日間でしたね。結果的には楽しかったですよ、あんまり言いたくないですけど良かった、うん、すげえ楽しかったおうちゃん、ありがとうございました。いや、ありがとうございました。また来週。投げちゃう、エビありがとうございました。いやなんかすごいおとなしい感じのエンディングでね、ダメでしょ、ゲボ吐いてたじゃん、だって言っちゃってずっと俳句も嫌いだし、つまらない感じのキャラで行こうと思ってたんだけど、やっぱ楽しい時笑顔出ちゃうんだよね。本当に登ってよかったと思う。今はこれカットしといて。山頂じゃないですか。山頂、山頂、逆山頂、はい、どうも。今のもカットで。本当に山頂、このクソ会に。